いつ入浴すると眠りにいい？今日はラスオちゃんの元に質問が届いてるぞ。カズヤンさん40歳男性、深く睡眠が取れるようにできるだけ毎日10分から15分入浴するようにしています。以前は夕食を食べてお腹が少し落ち着いてから入浴してましたが、現在は夕食後だとめんどくさいので帰宅してすぐ入浴するようにしています。すると湯船に入った瞬間からものすごく気持ちよくリラックスする感覚になりました。夕食後の入浴では体験してない感覚です。これは心と体にどんな効果が起こっているのか教えていただけると幸いです。いつ入浴すると一番健康なのか、あるいは疲れを取りやすいのか、難しい人それぞれなんだよね。どんなことをしてるかって、昼間例えばそういう事務仕事をしてるのか、あるいは結構外を歩いたりこう外勤の仕事をしてるのかとか、座ってる時間が長い人なのかどうなのか、いろんな疲労度もあるし、メンタル的に疲れてる人もいるし、体が疲れてる人もいるし、いろんな人もいると思うので、一概にこの時間にお風呂に入るのが一番いいんだっていうのは難しい。よく言われてるのがスタンフォード大の西野誠二先生の本に書いてあるけども、90分前入浴ってやつ、寝る前90分前入浴、寝る前90分前ぐらいにお風呂に上がる。だから12時に寝る人の場合は10時にお風呂に入って10時半に上がると12時まで90分だよね。だから寝る前90分前入浴。深部体温っていう体の、ね、内部の体温が1度下がるとものすごく眠りがハッとこう眠たくなって、それっていうのはお風呂に大体上がってから90分後って言われてんだよね。大体40度の湯船に15分使ってるイメージ、15分体洗って15分湯船に使ってるイメージ。俺は42度の風呂じゃなきゃ嫌なんだっていう人はもうちょっと温度が下がるのに時間かかるっていう風にスタンフォード大学の本に書いてあるのね、石野先生の。じゃあこの人のように仕事から帰ってすぐ風呂に入りたいんだ俺はっていう人はダメなのかって話が必ず出てくるんだけど、入りたかったら入ればいいじゃん、別に入りたかったら入ればいいじゃん。みんな自分の気持ちいいっていうのを感じ取ろう。気持ちいいっていうのは大体健康に、大体気持ちいいとかリラックスした、いや疲れ取れるわみたいのは健康に、心からそういう風に癒されたと思うのはやっぱ健康に。だから仕事から帰った状態ってやっぱ一番疲れてる状態だから、そこでお風呂に入るとそこでふーっと体がほぐれて、筋弛緩作用って、ね、お湯の中に入るとその筋肉が緩む作用、もう一つはその静水圧作用って言って、湯船にこうやって入るから圧力がかかる。そうすると足のところに圧力がかかったりするので、疲労物質をこう押し流すポンプみたいな役割をするっていうのが実はお風呂のいいところで、シャワーとの違いだね。だからお風呂に入ると疲れが取れるのはなぜっていうと、その温度の効果、あと筋肉を弛緩する効果、あと静水圧ポンプ効果、こういったのがあるので、お風呂っていうのは疲れを癒すのね。だから仕事ですっげえ疲れて帰ってきた人が寝る前90分までだと、もう10時にお風呂に入るってさっき言ったけども、それ6時ぐらいに帰ってきて10時までじゃあ我慢してんのかよって話して、それも大変じゃない。だってだからそういう人の場合は、仕事から帰ってきてすぐお風呂に入って、いやー気持ちがいいわっていう風になるのであれば、それはそれで OK ということでいいんじゃないのかな。ということで、自分の気持ちがいいお風呂の入り方というのを一つね探りながら、さらに何時に寝るのがいいのかってことも含めていろいろ探りながら、ご飯の前に入るのがいいのか後に入るのがいいかっていうのも、どのぐらいご飯を食べるとか何時にご飯を食べるとか、いろんな朝何時に起きるのかとか、いろんな要素によって変わってくるので、一概にこれがいいとは言えないんだね。だから自分の気持ちいいっていうこの感覚を信じて、そこで自分のぐっすり眠れる入浴時間や温度という入り方、いろんなものを模索していくといいんじゃないかな。ということで、のんびりお風呂に入りますか、それともお風呂に入りたいの4時間我慢しますか、どっちが健康にいいのかは聞かなくてもわかるよな。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。